こんにちは、ヴィンセントです。今回は、試練進化で魔改造されたミネルヴァと、タンジェロを使ってレベル15をね、簡単に攻略していきたいと思います。ではまずは、タンジェロには、ウルトラマンジードですね。暗闇は別にどっちでもいいんですけど、スキブとチームヒットポイント強化2つついてるっていうところで採用してます。まあ、溜まったとしてもね、ダメージ無効化とか結構強いので、おすすめです。で、白泣きは、アシスト無効回復ね、これ結構早くやっぱり解除できると楽なので、採用してます。あと回復強化ねついてて、でここね聴覚性を、この全パラ強化してあげることによってステータスも上げれて、はい、で、4ターンに1回打てる消せない覚醒無効のスキルが強いというところで採用してます。で、武器はブルックで、攻撃タイプね持ってないと、ステータス上がらないんで、攻撃タイプ付与してあげて、でさらに、ヒットポイントもね上げれるので採用してます。で、ダブルゼータガンダムは属性吸収ダメージ吸収はほぼほぼあんまり使うことないので、割とここ自由枠ではあるんですけど、まあ火力もね多少出るし、お邪魔耐性持ってたりとかっていうところで、採用してます。で、武器はマグニートで、どちらかというとねこちらの方が、重要ですね。激減を、できるというところで採用してます。まあ、覚醒もね、バインドついてたりヒットポイント上げれたりとめちゃめちゃ強いんでね、おすすめです。で、ミネルヴァ1体目にはスパイダーマン&ベノム採用してるんですけど、ここねちょっとポイントというか、もし持ってる人は標高だったりとか、あとはねモーゴーだったり、あの辺の、武器がおすすめです。まあ、理由としては副属性を火とか、水に変えれるんですよ、あの辺のキャラクターね。で、さらに、バインド耐性も持ってるんでおすすめなんですけど、あとルナガロンとかもいいかな。自分はちょっとその辺のキャラクター1個も持ってなかったんで、しょうがなくねバインド耐性だけ付与できる、キャラクターで、あとは無効貫通とかね、火力上げれるキャラクターを採用してるんですけど、まあ、標高とかルナガロン、モーゴーら辺持ってる人はその方が、おすすめとなってます。で、マシンキラーをつけてあげることによって、よりねボス戦で火力を出すことができるのでおすすめです。で、2体目のミネルヴァにはロザリンの武器を採用してます。はい。で、フレンドのタンジローには、増白点ですね、操作時間も伸ばせて毒耐性もつけれてと、潜在はもともとついてたのかな、特にいらないと思います。ではやっていきたいと思います。はい。ではまず1階層です。1階層ね、タンジローを変身させて、で、白泣きのね裏溜まってても意味ないのでブルック使って、で早速ミネルヴァ、使ってね倒していきます。木と闇をね、火に変化、変換してくれるんで、基本的にはね盤面に9個以上、まあ、あることがかなり多いんじゃないかなと思いますね。で、火力見てもらうと、もう種属性ね余裕で乾燥してますね。なんで副属性ね本当は火に変えれるとねすごく理想なんですけどね。はい。で、ここね、すごく、嫌だったんですけど、早めに出られるとね、これすっごい嫌ですね。エメラルドドラゴン。一応、エメラルドドラゴンの、攻撃耐えれるヒットポイントではあるんですけど、あんまり早いとね、この右から2番目の、ミネルヴァの裏の、まだロザリンとか使ってなくって、ロザリン使うと火の無効貫通組んでくれるんですけど、回復とか消えてしまうんで、場所をだいぶ取ってしまうんでね、ちょっと使うタイミングが、と思ってたんですけど、本当はね左のリーダーのね炭治郎を使ったタイミングで使った方が良かったですね。ミネルヴァの裏のロザリーにね、この後も使う機会をずっと失ってるんで、はい。まあ、なんでエメラルドドラゴンはまあ後半の方に出てくれる方が嬉しいかなと思いますね。まあ、あとは回復だけですね。回復、炭治郎を使っているときは回復力上がってるんで、回復4個消しすると全回復以上するんですけど、炭治郎を使ってないと、回復4攻撃数だけじゃ20数万ぐらい、ちょっと微妙なんですよ。なんで、エメラルドドラゴン出た時は、なるべくね、炭治郎を使って回復もしながら戦うか、もしくは、リーダーの、一番左のね、究極炭治郎の方を使って、しっかりね、盤面、広く全部、回復とかいっぱい消して戦うかっていうのがおすすめですね。はい、もうこの辺もずっと、温存しちゃってるんで、もったいないというかね、これちょっと危なかったんで、この立ち回り方はダメというかね、まあ、本来エメラルドドラゴンが早く出てこなければ、別にミネルヴァね、順番に使うだけの話だったんですけど、はい。で、そうこうしてるうちに、この5階層、一番まあ嫌なところ
っていう気はしますね。はい。で、白泣きで覚醒無効、まず解除して、で、殴っていくんですけど、そう、4階層で、そうだ、ダブルゼータガンダムの裏のね、マグニートで激炎を張ったんですけど、覚醒無効の、この、攻撃最初してくるときに、なんかね、耐えれないんですよ、ヒットポイント的に。なので、激減なり半減なり軽減スキルっていうのを4階層とかね、3階層とかで打っといて5階層に入るという必要性がありますね。まあなんでいかにね、アシストでヒットポイントを上げてきたかっていうのがわかりますね。バッジもパズパス会員なんで、そのアシスト剥がされてる時とか、覚醒無効されてる時のヒットポイントがだいぶ少ないという感じらしいですね。はい。で、真ん中行った時にやってくる攻撃がかなり厄介なので、ここでね、炭治郎、究極炭治郎のスキルを使える状態にしておかないとダメですね。はい。まあ、さっきのとこね、結果的に落ち込んが乗ったおかげで回復消せたんですけど、まあ、通常だと、まあ、積むパターンだったんでね、しっかりミネルヴァはもう表のスキルをね、常に使える状態にしておいた方がいいですね。まあ、って言ってもね、順番に基本的には使っていくんで、まあ、ああいう、最初にエメラルドドラゴンが出るみたいな、イレギュラーがね、起こらなければ、まあそんなことにはならないはずです。はい。で、ここ一旦リダチェンあるんだけど、まあまあまあ、別に誰と入れ替わっても積むっていうほどにはならないんじゃないかなと思いますね。で、ここね、7階層なんですけど、この日の敵めちゃめちゃ硬くって、かなり外れなんですよ。で、水の方まで削ってしまうとさらに効きにくくなるんで、まあおすすめはね、まあ3ターン適当に軽くだけ攻撃して、ちょっとやり過ごして、で、75% 激減外してからもう一気に倒しに行くのが、まあ一番早いかなと思ってます。他の敵はね、めちゃめちゃ簡単というか、そんなことないんだけど、こいつだけやたら硬いんで、まあ硬いし火だとね、ちょっと相性が悪いんでね。で、もうね、エメラルドドラゴンも倒してしまってるんで、まあ、究極炭治郎のスキルもね、別に無理に温存する必要性はないかなと思います。好きな時に使ってもらえばね、いいと思います。エメラルドドラゴンが出てないと、そうやって回復欠損したりすると嫌なんで、究極炭治郎は残しておくと一応安牌かなとは思いますね。で、それこそもしね、裏溜まってもジード一旦無効化とかもあるんで、まあそういうスキルがね、裏溜まってもいいようなスキルの武器がね、いいと思いますね。はい。まあ、あとはここ結構時間かかるところなので、まあ、早送りしながら多分お送りしていきます。で、もし、白泣きの裏がね、溜まってしまいそうだったら、まあ、割と早いタイミングで空打ちさせるっていうのも、ありだと思います。次の階層でね、覚醒無効絶対必要になるんで、まあ、ただブルックの場合はね、そんなにすぐ溜まるっていうこともないとは思うんで、もし軽めの武器の場合は知らなきね、空打ちどっか早いタイミングでさせておくといいと思います。はい。まあ、こいつね、2ターン経った後、このルーレット攻撃は非常に鬱陶しいんで、まあ、個人的には、ルーレットをやられてる間、まあ、多少、ここでね、やり過ごして、ルーレット少なくなってからとか、なくなってから次の回数を突破した方がね、ストレスなくやれるんじゃないかなと思います。はい。で、ここね、覚醒無効必要なので、白泣き打って、はい。まあ、ちょっとこいつ硬いんですけど、まあ、属性のね、相性もいいし、ミネルヴァのね、80億火力がやっぱりめちゃめちゃ強いんで。はい。ここね、お邪魔目覚め耐性が、あったらこれ食らわないという感じなんで、まあ毒目覚めじゃなくてお邪魔目覚めつけてもよかったですね。ただミネルヴァのスキルがお邪魔とかもね、火に変えてくれるんで、本当に強いスキルですね。なんかマーベルのね、スキルみたいな。マーベルよりも、あれか、変換量は多いか。これがね、ほぼほぼみんなが持っているキャラクターだと思うんで、ミネルヴァはね。これでここまで魔改造されたっていうのはなかなかすごいなと思いますね。ただ試練進化の
あのキャラクターって経験値めちゃめちゃ食うんですね。あのあんまり育成したことなかったんで、ちょっと経験値の使う量にビビりましたね。はい、ここね、光消してしまうと、倒しきれないので、光消さずに倒すという感じで、はい、やってあげるといいと思います。で、暗闇はねここだけなんで、まああんまり気にする必要性はないと思います。で、この後のね、階層は、耐久ができるとこなんで、適当にね炭治郎も一緒に使ってある程度消してあげるといいと思いますね。はい、で、この12階層のところで毒耐性持ってないと毒ねしっかり食らってしまうんで、毒耐性は必要かなと思います。はい、で、90の激減貼られてる間は、こんな感じで適当にずらしてもらってね。はい、で、解除されてから、まあ、ミネルヴァなり何かしらねスキル使って倒していくといいと思います。もうダブルゼータガンダムの裏溜まってるんですけど、もうこんな感じでねずっと溜めておけばいいです。ここの13階層で属性吸収あると本当はね理想ではあるんだけど、もうここ耐久でね、もう時間かけてちょっとここはもう待ちでいいんじゃないかなと思いますね。3ターン水属性とか、吸収されるんだけど、その後ね光とか闇に変えてくるんで、ここからはねもう倒していけると思います。水の目覚めもかなり強いんで、さっきのタイミングで多分突破するのは難しいんで、半分までね。はい、まあ、3ターン経った後ここで、まあ、光だけね消さないようにして突破すると。まあただ水の目覚めが強いんで、光もねそうは落ちてこないと思うんでね。はい、で、5ターンの暗闇ちょっとめんどくさいんだけど、まあ別に放置でいいのかなと思います。ただよく考えたらこれブルック持ってきてるんで、まあ、十字組んでね、解除することもまあ可能は可能ですね。まあ嫌であれば早く十字組んで解除するっていうのもねありですね。はい、で、ここで突破してるかな。で、14階層はこいつねめちゃめちゃ嫌な敵なんだけど、ワンパンで倒せればいいんだけど、ワンパンで倒せない場合は、あの結構ねこいつ浅い位置からあの発狂攻撃してくるんですよ。なんでどうしようかなと思ってたんだけど、まずねすごい軽く攻撃して、で、そしたらね、あの究極炭治郎の裏溜まったんで、まあならいっかと思って全力で攻撃しに行ってます。ただそうじゃない場合はもうスキルいっぱい使って、まあ、それこそミネルヴァと、炭治郎とか使って、フレンド側のね炭治郎を使って、一気に倒すとかするといいと思いますね。これ結局これぐらいの攻撃だともう見事に発狂ラインなんでね、まあ、究極炭治郎を使ってたからこういう立ち回りしましたけど、やっぱりねこういうこれぐらいの攻撃だと嫌なところで止まってしまうんでね。はい、で突破していきます。まあ、なんで最初に 2ターンぐらいかけてちょっといい感じで削るか、まあでもいっぱい乗ってね、あの攻撃してしまうのも怖いんで、まあ、スキル2個ぐらい使って倒すのがおすすめですかね。君の力見せてもらおう。はい、で、この階層最初はね 75% 激減が硬いんで、まあ、2パンでね倒す感じになりますね。まあ、この敵は特に何も厄介なことはないと思います。で、例えばねミネルヴァ2体今回持ってきてるんだけど、ここをねもう完全に軽減ループ、あの自分はこの炭治郎の編成だとハロウィンスウォーとかね水と火で相性が非常にいいので、まあそういったキャラクターをね持ってくるっていうのも全然いいと思います。安定性は増すと思うけど、まあ、でもこっちの方がやっぱ早いし強いですし、ボス戦ら辺の火力がねちょっと足りるかどうかは分かんないですね。今回はもう全解放してもう一気に倒すというやり方でやってます。で、ここちょっとね立ち回りミスったんだけど、3ターンあるんで知らなき溜まってないんでね、もうちょっとスキルダメしてよかったですね。ワンパンで簡単にこっち突破できるんで、ここを無駄に早くね突破する必要性なかったですね。まあ知らなき溜まってればいいんだけどね。
はい、で厄介な530万ダメージ飛んでくるこのボスの1個前のところですね。ここで、激減スキル使って耐えていきます。まあ、激減じゃなくてもね、半減とかでも全然 OK ですね。でとりあえず無効貫通組んで、これもったいないですね。水も本当はね攻撃しっかりできるんでね。はい、でまあちょうど真ん中嫌なところまで削ってしまったんですけど、でここね知らなき溜まったのにまたここでも使い忘れてしまって、ちょっとね下手くそな立ち回りというかやってしまってますね。はい、まあただね、最初の攻撃さええー耐えれば時間はねしっかりあるんで、でこの次また530万ダメージ飛んできてしまうんで、このターンでしっかりね倒していく必要性はあります。はい、でボス戦に入っていくんですけど、ちょっとねごめんなさい、ボス戦の途中で急にねちょっとばあちゃんから電話かかってきて、この録画してる時に電話かかってくるとピタッて止まるんですよ。止まってしまってパズルがね完全に強制終了されてしまうんで、まあ、タイミング的に ギリギリねいろいろ最低限のとこは消してたんで積まなかったんですけど、危うくねばあちゃんの電話で殺されるとこでしたね。しかも終わってからね折り返しかけても出ないというね間違い電話だったのかわかんないんですけど、なんでちょっとねこの辺ですぐ一回途切れてしまってますね。多分もうちょっと次のターンとかかな。はい、で20万ぐらいのねこの21万2000ぐらいのダメージを与えてくるんで、まあ、回復もねしっかり、まあ、意識してあげるというか、過剰にあったらちょっとね残してあげるとかっていうのが割と大事ですかね。多分ここでね切れてます。ここねここなんで最低限は消してたんでよかったんだけど、ここでピタッて止まってしまって、はい、でその次のターン殴ってたぐらいにもう一回ね録画再開できたという感じです。はい、まあ、ただ別に重要なところはねこっからなんで、とりあえずこの辺でやることとしては、最後のね、根性を剥がした後に全体っていうか一気にスキル解放したいんで、この辺ね、なるべく今みたいに10コンボいかないように、火をね4個と回復だけするみたいな感じでちょっとね、様子を見ながら、でここで次のターンでもうみんなね溜まってくるので10コンボ以上やってもいいんで、ここで一気に、はい、スキル使わずに全力で殴るという感じで全部貯めて、ただ火力相当これ全部使うと高いんで1体はね別になくてもいいかもしれないです。ただ究極炭治郎は使わないと操作時間変えれないんで、絶対に必要なのは究極炭治郎ですね。究極炭治郎とミネルヴァ2体欲しいかなって感じはしますね。最悪別にフレンド側の炭治郎はなくてもいいと思います。まあ、もっと言うとね、さっき言ったみたいに、ヒョウコウだとか、ルナガロン、モーゴーみたいな感じで、副属性をね、火とか水に変えれたら、さらに火力副属性までしっかり出すことができると思うんで、そういう風な立ち回りであれば、まあ、ほぼ確実にフレンド側の炭治郎はなくてもいけるんじゃないかなと思います。これでも多分ね、500億ぐらいは多分出てるはずなんで、500億近くかな。はい、まあ、相当火力はね、高くなってるんで、はい、こんだけスキル全部使えばね簡単に倒すことができます。はい、試練進化のミネルヴァめちゃめちゃ強いんでね、よかったら皆さんもぜひ遊んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。